みなさんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。みなさん、2022年梅雨が明けました。暑いぞもうね、暑くて髪の毛をアップしておりますね。すごい暑いんですね。毎日ね、水分補給してもうね、こまめに水分をとってね、まあ、節電って言われてますけれども、まあ、ある程度ね、エアコンと扇風機をうまく使いながら、はい、乗り越えていきたいなと思います。はい、松かなもこの夏も元気に歌いたいと思います。応援よろしくお願いします。はいね、今年の夏は何をしようかな。そうなんです、なんと今年は祝40年、松かな誕生40年ということで、ね、ダブル成人式でございますね。まあ、なんか同級生とかともね、なんか連絡した時になんかやりたいねなんて話してるんですけれども、まあね、コロナももういいかなっていう感じでね、集まりたい気もするんですけれどもね、なかなかそれは一人一人の判断になってしまうのでね。まあでもよく考えたら結婚式もしてないし、結婚パーティーもしてないし、なんか何もしてないなみたいなね。はい、な、久しぶり、大ちゃん、大ちゃんもこれ暑いね、もふもふだからね、大ちゃんも元気ですって、夏を乗り切るぞね、大ちゃんね、頑張ろうね。でも今日歌うからね、静かにしててください。ペロペロしてるね。はい、今日チャレンジする1曲は今日はね、ちょっと懐かしいっていうか、これいつの2015年の8月19日にリリースされました離れ組さんの6枚目のアルバムの中に入っていた8曲目おあいこっていう曲なんですけれども、なんかすごい好きでですね、長住隆さんがね曲を作っております。1974年11月27日生まれ、たかしさん。はい、あ、深呼吸、5枚目の深呼吸の中にも入ってたのかな。2016年の5月25日初回限定のみ、深呼吸というアルバムの中にも入ってたのかもしれないです。はい、それでは聞いていただきましょう。大ちゃん、いたずらしないでね。はい、いたずらしないでください。離れ組でおあいこ。抱きしめるふりして、抱きしめてもらった、愛するふりして、もうこりゃすごい、カメラがボコンと落ちたよ。ああ、最初からかな、一応撮り直しときましょう。ああ、大ちゃんセッティング大丈夫かな、かボジャーンってなったよ。大ちゃん、いたずらしててんやわんや、大丈夫かな。はい、聞いてください。離れ組でおはいこ。抱きしめるふりして、抱きしめてもらってた、愛するふりして、愛してもらってた、僕がそう伝え、君も同じだと言った、おあいこだよなんて、君は僕にそうだ、
それが許せなかったの。ねえ笑わないでよ。そんな顔で笑わないでよ。全部わかったようにさ、真昼の月のようにさ。抱きしめるふりして。ありがとうございました。マツカのチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。いやー難しいし、もうハプニングありありで、なんだかちょっと使えないかな、お蔵入りかしら、どうだろう。はいね、離れ組さんもすごくいい曲あってね、いろいろなね曲がございます。まあ毎日暑いですけれども、暑さの中に楽しみを見つけて頑張って乗り越えていきましょう。それではまた明日も元気に会いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。